浪岡氏または浪岡北畠氏は村上源氏の一族北畠家の流れを組むみちのくの国氏の一族とされる。浪岡における北畠氏の宗家は浪岡御所、大御所あるいは北の御所と崇められ、天正年間まで力を持ち続けた。南北朝時代に欧州に下降した北畠氏の子孫と考えられているが、それを名称する一次資料は現存しない。江戸時代に作成された系図、由緒書の多くは、陳寿府将軍、北畠顕家の血を引く一族としているが、水戸藩で編纂された大日本史では、北畠顕家の弟の昭信を子孫としている。顕家以前の浪岡氏は、欧州藤原氏の末裔であったとも言われる。それらの系図、由緒書の中には、顕家の子とされる人物以降、戦国末期に至るまで人名が記されてなかったり、実名が挙げられている系図も人名が、系図ごとに相違があり、別系統の他資料から実在を裏付けることができないものも多い。さらに一次資料と合致しないものも少なくない。青森県青森市浪岡町に伝わる伝承では、藤原秀衡の陸奥藤原来光が、自兄の藤原康衡と対立した後、この地に逃れ、浪岡右京大部と名乗ってこの地を支配、浪岡氏の祖となったというものがある。鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、その浪岡氏に浪岡秀胤という人物がおり、伝承では、秀主は来光の彦とされる。秀主の娘である頼子は、北畠顕家の妻となり、北畠顕成、女子、北畠氏顕らの母になったという。北畠氏が浪岡に入部したのは、一説に、霊山城が落ちた時、北畠顕家の嫡子顕成は、叔父の昭信と共に、北奥羽に逃れた時だという。一方、顕家の死後、顕家の子、顕成、孫権元は、南部市に、庇護されて、稗貫の船越に住み、後に、浪岡に移ったとも言う。ついで、北畠氏が浪岡に移った時期については、建徳年間の上親入部説、文中年間の顕成入部説、元中年間の神東入部説、応永年間の建実説などがある。さらには、戦国時代の大永年間に、天竜丸が入部したとする説まであり、明確ではない。浪岡北畠氏の初代になったという顕成の娘は、13、港の安藤太郎定期の妻になったと言われる。また、額信南部氏は一貫して、南朝方として行動し、北畠氏を庇護してきたが、その後南部氏は幕府に帰順した。そのため、公然と北畠氏を庇護することができなくなり、浪岡へ一行を移したのだという。この時、浪岡で、顕成府士を迎えたのが、顕家の娘を妻にしていた、安藤忠式であったという。後醍醐天皇の命により、国司として欧州を支配した北畠顕家の時代には2度までも足利尊氏を危機に追い込むほど強勢を誇ったものの、顕家が2度目の上洛戦で戦死し、勢力を引き継いだ弟の昭信も、傘下の武士の離反や幕府より欧州に派遣された、吉良氏や柴氏のために勢力を衰退させていったという。昭信の後半生ですら不詳であり、それ以後の歴代当主の事績は、戦国期に登場した、九久氏以前のものは判然としてはいない。当初は南朝ゆかりの南部氏に保護されて、稗貫から平船越にいたようであるが、やがて三戸南部氏が北朝方に着いたため、根城、南部氏の庇護のもと、浪岡に入部したものと推測されている。現在の地に15世紀後半に、浪岡城が築城されたと見る説が多い。北畠氏は、浪岡を拠点としたことから、浪岡御所と呼ばれて、浪岡の位置する津軽田舎郡から、外浜、西浜にかけて、勢力を維持することとなった。16世紀になってから、浪岡城は拡張されて、北畠氏は、大光寺、大浦氏などの勢力と津軽を散分していた。また、16世紀中頃になると、官位獲得のため京都に使者を送り、九久氏、具東、軍三代の関東はいずれも15位下から始まり、最盛期と考えられる九久氏の時代には14位下左中将にまで至っている。永禄5年に川原御所の乱が発生し、この内乱を契機に、波岡北畠氏の勢力は衰退した。建村が後を継ぎ、檜山の下国、安藤愛紀の娘を正室に迎えて、勢力回復を図ったが、西根の大浦氏が、波岡城を攻略して、北畠氏は滅亡した。波岡城落城の時期については、津軽氏側の司書、津軽一党氏と南部氏側の司書、南部根源記とでは、その記述に違いがある。三春秋武のもとに伝えられた天文18年記は、後世に書き加えられ殉職された部分を含む写本であり、同時代資料と同じ扱いはできないものの、近世以降に新たに擬作したと見るにはそぐわない、天文年間の情勢を生々しく刻み込んでいる記録であるという。岩倉伝、北の御所、西の御所、小御所、最小公、京清水伝、川原御所の7名。このうち、中の御所、北の御所、西の御所、小御所の呼称は、波岡城を構成する8つの廓は、通称、内館、北館、西館、猿楽館、東館、検校館、新館、外郭のいずれかに対応し、波岡御所が新類衆を、波岡城内の各廓に居住させていたと推測されているが、実態の解明、波岡城の発掘調査の進展待ちである。天文18年記に記載されている京清水伝は、波岡地方の京清水の地に由来すると考えられている。波岡氏以外の戦国在国公家領主の書家においては、本家のみならず分家の正員も、朝廷から叙任されたという事実は現時点では知られていない。しかし、これは、波岡御所が分家を圧倒する絶大な権力を振るっていたとは考えがたい。波岡城は、中心施設が不鮮明で、急進的構造を有せず、各々の居住空間が並立した構成を呈する。つまり、城主権力が相対的に弱く、同族、家臣が相独立しながら連立する、社会構造を反映した上官と位置づけることができ、この場合、社会的構成員の序列はピラミッド型の構成というよりは、ブロック型の構成を示すと見られ、明確な階層性を有していない可能性が高い。波岡御所の滅亡後一族は失散し、安藤氏、南部氏、津軽氏に仕え、津軽軍艦の越村の山崎氏、京清水家の後裔とされる森宗氏、川原御所の後裔とされる水木氏等がいる。三春波岡家着流、波岡喜礼。秋田喜喜びから9代目にあたり、1891年に、正式に波岡へ復生した。1906年自宅にて、旧藩時代を忍んで撮影したもの、安藤氏に仕えた、北畠慶良美は、安藤愛紀のもとに逃れ、秋田氏に仕え活躍し、秋田の名字を与えられ、喜慶と改めた。この代に一時的に、秋田家中を離れたことはあったが帰散し、子孫は、明治維新まで家老として存続し、分家が波岡を名乗っていたが、維新後は、本家も波岡姓に復生した。明治時代に、松江の波岡具有が、北畠顕家の墓を創設した。なお北畠具有の子孫は、現在も三春町に在住している。この秋田氏の下では、波岡氏に関する文献が編纂された。三春波岡家は、津軽波岡御所が、天正6年に滅びた後、秋田を頼っていった御所の一族、北畠慶良美を祖先として、代々秋田家から秋田の名字と義一字を賜り、藩家老職を世襲してきた家系で、明治時代になり、市政が行われず、波岡を名字とした。波岡健佐は、波岡健村の娘をめとり、山崎を称して、立野越津に従し、庄屋、医者として、江戸時代を過ごした。この系統は後に2つに分裂し、このうちの1つは、弘前藩医として活動した。両党とものちに北畠姓に服し、現在は東京、立野越にそれぞれ在住している。立野越の一族は明治15年に山崎の姓から北畠へ服した。現在も古館跡の一部に居住しており、現当主は25代目である。この館には一時、菅井正美も身を寄せていた。この家では子孫が北畠や永禄日記が編纂されている。川原御所、北畠友宣の系統は、溝城を称し、早くから津軽氏の支配に服して、江戸時代を過ごした。明治に入り再び、北畠姓を称し、現在は札幌に在住している。浪岡市の上官、発掘調査から出土した陶磁器類には、中国政治期では、浙江省の龍泉窯と福建省の同安窯の青磁、江西省の慶徳鎮窯の青白磁、白磁、慶徳鎮窯と福建省の昭州窯の染付、赤絵、中国製陶器では、鉄釉、活釉、朝鮮製の青磁、陶器、国産品では、瀬戸美濃、鈴、越前、備前、信楽、常滑等の焼き物がある。これら各種の陶磁器は、海上交通によって日本各地のみならず中国や朝鮮半島からももたらされた。茶会に用いられたと考えられる火鉢、天目茶碗、茶入れなどもあり風流な茶会が行われていたとも考えられる。また、鋳物関連遺物としては、鋳型、るつぼ、歯口、銅かす、鉄歯があり、浪岡城内で銅製品の鋳造や鉄製品の鍛冶鍛錬が行われていたことを、確認することができる。なお、出土した鋳型の中には、アイヌの人々が特徴的に使用する唾の鋳型があることから、浪岡城内では、アイヌ向けの交易品の唾が製作された可能性が高い。骨格器やアイヌ的祭祀文物と想定される木製中柄が含まれており、浪岡城内にはアイヌの人々も居住していたと考えられる。他出土遺物には、様々な道具類、馬具、武器、武具、仏具、すずり、砥石、音尺、石臼、石鉢、火打ち石、白漆業海岸製の人形などがあった。立野越の系図藤原来光。男子浪岡秀種。より子女子、北畠氏顕らの母と伝えられる。親房。顕家顕信顕義。顕成伊勢国史家。あらは元友信。顕国。顕義。顕具。浪岡具、A。久満友信川原御所を継ぐ。郡県藩県営。県村、秋田代県。県佐慶公県則。三春秋田家の北畠浪岡系図より。青森県史資料編、中世2にも、初秋顕家。顕成。近重。中具、春具、軍、浪岡具等、久久氏、工具、県村、北畠顕義美。浪岡具 A の時に浪岡に改装し、後に弘前へ移転した京徳寺には京徳寺過去帳がある。そこでの浪岡氏の没年は以下の通り。ありがとうございます。